通称ビタミン爆弾。ほうれい線とかちょっと薄くなってきたんですよね。肌がもちもちに、なんとなく毛穴が引き締まった感じ。皆さんこんにちは、あかねです。今回はこちら、23 years old のシートラゲルモデリングマスクをレビューしていきたいと思います。こちらは9点で2300円で購入したんですけど、今開いたら1900円に値下げしてた悲しい。まあそんなことはありますよね。はい、ということでこちらは何なのかと言いますと、以前同じシリーズの水分爆弾っていうモデリングマスクをレビューしたんですけど、それのビタミンバージョンです。通称ビタミン爆弾と呼ばれてるらしくて、くすんだ肌に活力と透明感を、健康的な美肌に、アンプル1本分のエッセンス配合、高密着保湿力、自宅で簡単ホームスパって書いてあります。水分爆弾と違くて主にビタミンケアということなので、これからね、暖かくなってどんどん日焼けとかも心配になってくるので、今の季節にすごくいいんじゃないかなと思って、早速メイク落としてレビューしていきます。今ね、肌に何もつけてない状態なので、先にスキンチェッカーで剥がっていこうと思います。水分57、オイルが18ということで調子いいね実はですね、今週アビブのシートマスクを比較する動画を撮ってるので、毎日シートマスクしてるんですよ。で、その前の週は CNP ラボラトリーのシートマスク4種類比較っていうのをやってたので、ほぼ毎日シートマスクをしてるせいなのか、ほうれい線とかちょっと薄くなってきたんですよねっていう関係ない話なんですけど、やっぱシートマスクって意味あるんだなって、このセリフ何回か言ってるんですけど、改めて思いましたということで、早速作っていきたいんですが、一応ここすすいでこようかな。開けたてなんですが、念のためちょっと水洗いしてきます。このパッケージの中に1剤と2剤が4セットずつ入っています。水分爆弾では使い捨ての木のヘラだったんですけど、ビタミン爆弾では洗って使えるプラスチックの素材に変更されたみたいです。では最初にステップ1をこの中に入れていきます。こんな感じの黄色いトロントロンのジェルですね。これに2剤を入れていきます。2剤は粉ですね。このスパチュラ的なもので混ぜていきます。あ、混ぜるとちょっと色がトーンダウンしました。さっきは鮮やかな黄色だったのが、ちょっと粘り気のあるね、オレンジかな、何色これ、山吹色そんな感じの色になりました。ではこのモニターを見ながら塗っていきます。ビタミンっぽい酸味のある香りがします。水分爆弾のスパチュラよりもヘラが大きいので、ちょっと細かいところが塗りにくいけど、こうやって角をこう使っていくと、商品詳細の写真によるとここにしか塗ってなかったんだけど、別に全顔塗ってもいいよね、きっと。香りは結構独特ですね。ビタミンとちょっと粘土っぽい香りもするかも。でも逆に多分香料とかが入っていない証拠かもしれない。時間を置いちゃうと若干で固まってきちゃうと思うので、素早く塗らなきゃですね。一応目の周りは避けて塗ります。あ、でもスパチュラやっぱ大きい方が塗りやすいかも。細かいところはこのカーブとかを使って調節できるし、前のは細長いスイカバーのあのスティックみたいな感じだったから、1回でこうやってたっぷり取れるから使いやすいです。こんな感じで塗り終わりました。このね、容器とか洗ったりしながら20分待っていきたいと思います。20分経つとパックも固まってすごくね、プルプルしてますで、さっき洗ってる時に気づいたんですけど、このスパチュラ塗ってる間に結構ね、いろいろついてたんですが、これね、めっちゃ落ちが良かった。ちょっとマットでザラザラしてる表面がそうさせるのかわからないんですけど、洗いやすいような設計になってました。すごい。で、剥がす時もこのままこれでこういう感じで、あ、やっぱいける。おー、
すごく潤っているのが自分でもなんかわかる。肌がもっちもちになりました。染みたりとかも全然なかったし、すごく使いやすかったですね。若干今表面がベタついてるっちゃベタついてるので、気になる方は水で軽くな、あの水で辛くあれ水で軽く洗い流したり、化粧水で軽く拭き取ってもいいんじゃないかなと思います。私はせっかくなので、このままクリームでこのベタベタを無理やりねじ伏せて、ベタベタのまま眠ろうと思います。最後にスキンチェッカーで測っていきましょう。え？そっか、今まだ洗い流してないから、水分71、オイル20っていうとんでもない数字が出ました。今ちょっとね、拭き取ったところをスキンチェッカーで測ってみたら、水分58、オイル18、水分が 1% アップしました。たった20分で 1% アップしたなら、まあまあ悪くはないかなと思います。直前にこの動画と並行して毛穴ケアの動画を撮ってたんですけど、パックをする前に鼻とここの毛穴ケアをしたんですね。その後にこのビタミンケアをしたので、なんとなく毛穴が引き締まった感じがあります。で、鼻がね、なんかね、白いかも。これは関係ないかもしれないんですけど、なんか白くなりました。やっぱ水分を与えたからなのか、赤みもちょっと鎮静されたかなっていうのと、今ちょっとね、ここ落とす時にこすっちゃったので赤くなってるんですけど、こっち側はね、あんまり赤みもなくっていう感じで、やっぱ夏はね、日焼けしちゃった後の対策とかにもいいんじゃないかなと思います。そんな感じで、この動画がいいなと思ってくださった方はグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。インスタの方にも韓国のスキンケアのレビューをいっぱいアップしてるので、よかったら見てみてください。最後までご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。